PT-19A の前で撮影されたコーネリア・フォート。コーネリア・クラーク・フォートはアメリカ合衆国の女性飛行士。二つの事件で有名である。フォートは真珠湾で民間の訓練飛行を行っており、日本による真珠湾攻撃部隊に初めて遭遇したアメリカ人飛行士となった。その翌年、フォートは女性補助輸送飛行隊の二人目のメンバーに選ばれて、 フェリー輸送飛行士となり、アメリカ史上初の現役軍務中に殉職した女性飛行士となった。ホートはテネシー州ナッシュビルの裕福な家庭に生まれた。父親はナッシュビルの生命保険会社ナショナルライフアクシデント保険の1939年にサラ・ローレンス大学を卒彼女は早くから飛行に関心を示し、最終的には ハワイでパイロットの免許を取得した。ホートは真珠湾で民間人のインストラクターパイロットをしていた際、日本による真珠湾攻撃の初の目撃者の一人となった。1941年12月7日、ホートは訓練生に離着陸を訓練するため、インターステートカデット機に登場し、真珠湾近くの上空にあった。当時真珠湾上空には彼女の機と その他2.3の民間機が飛行しているのみであった。フォートは1機の軍用機が時期にまっすぐ向かっているのを見ると、素早く訓練生から操縦を変わり、上昇して軍用機を交わした。まさにその時、彼女は軍用機の主翼に日本機のラウンデルを指認した。その直後、真珠湾から上がる黒煙と飛来する爆撃機を目撃した。彼女はすぐに、 真珠湾の湾口に近いジョン・ロジャース民間空港に着陸した。追撃してきた霊式艦上戦闘機は機体と滑走路に対して機銃操車を行い、それから逃れるために彼女と訓練船は物陰へと走った。空港の管理者が死亡し、その朝飛行していた民間機のうち2機が帰還しなかった。1942年の前半に彼女はハワイから アメリカ本土に戻った。そして戦時国際を宣伝する短い映画を制作して成功し、これがきっかけで講演活動を行うようになった。その年の後半、ナンシーラブは新しく設立された女性補助輸送飛行隊にフォートを引き入れた。彼女はこの舞台で任務飛行が承認された二人目のメンバーとなった。この舞台はアメリカ国内の基地間での国用機の フェディ飛行任務を担当していた。コーネリア・ホートは、カリフォルニア州、ロングビーチの第6フェディ飛行軍に配属されていた1943年3月21日、ワフス初の巡職者となった。テキサス州メルケルより南方10マイルのあたりで男性パイロットによってフェディ中の他の航空機が、彼女がフェディ飛行していた b t 十三の左翼に空中衝突した。 彼女の墓石には次のように刻まれている。母国の軍務中に死亡と。1970年の日米合作映画、トラトラトラ。では、ジェフ・ドンネルがコーネリア・フォート役を演じている。イースト・ナッシュビルにあるコーネリア・フォート空港は彼女の名前に基づいている。ありがとうございます。